どうも、こなまるです。きーたろです。こなまる TMI なんですけど、なんか最近、太郎さんともだけど、美容ブーム来てるじゃん、うちらの中で。まあ、そうね。なんかこんなこと声を大にして言うのもあれなんだけど、まあ美容ブームが来てまして、なんか、最近、うちらの中で、こう話に上がるんが、こう、美顔器どれがいいかな、みたいな。またなんか聞こうとしてますよ、私たちは。なんかさ、まあ、もちろんいろいろあるわけじゃん。なんかパナソニックからいろんなものも出てれば、ヤーマンからもあるし、しかも悩みによって、こういろいろあるから、その私の悩みを言えばいいと思うんだけど、で、まず何買えばいいみたいな。まずはね。そう。何がいいんかね。なんか気になってんのが、私パナソニックのなんかね、カッサみたいなやつ。バイタリフトみたいなやつ。こう、田中みな実さんなんよ。田中みな実さんってだけで強くなれるじゃん。いやー、そうだね。なんかすごい、信頼感めっちゃアップするよね。そうそうそう。なんだ、その田中みな実さん、そのカッサみたいなやつと、あと、こう、光を当てるやつ、フラッシュ系を当てるやつで、多分、キメをさ、フラッシュ X1 じゃないんよ。キメを、まあ、より細かくするような効果。うんうんうん、まあ、多分明るさとかも出したりする、まあ、ショット系のやつもあって、そこら辺めっちゃ気になるなって思ってんだけど、片や共通の友達はフラッシュじゃないんよ。片や共通の友達は、なんか、ヤーマンのマスクのリフトアップするようなやつ。あー、プル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 みたいな。そう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 とかもあって、でもヤーマンで言ったらさ、電気バリブラシみたいなさ、ピッピするやつ。いろんなとこピッピッピッってやるやつ。櫛みたいなやつで。はい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 。あれもめっちゃ気になるし、みたいな。なんか全部揃ったらすごい破産するからさ。そうね、まあ、まずはどれか一つみたいなとこあるよね。皆さんがこう使い慣れてるか分かんないけど、しかも全部使ってますみたいな、そんな猛者そんな多くないと思うんだけど、そう、なんかいいやつないかなみたいな。あー、確かにね。なんかサッシーのさ動画とかでも、サッシー結構比較的いろいろ公開してくれてるじゃん。ヤーマンのあれなんよ。ヤーマンの刀、サッシーって。うん、なんかメディリフト、そうそうそう。まあ、あと他のさ、その美容クリニック系のやつとかもお話とかしてるから、結構ね、赤裸々にいろいろ話してくれるんだけど、なんかそういうのもさ、参考にしちゃうよね、ついね。わかるわかる、めっちゃ。なんか、ああいうの見るとさ、ああ、これもやりたい、あれもやりたい、みたいなさ、すごいいいなって思っちゃうよね。そう、あれも欲しい、これも欲しい。何使ってんのみたいな。じゃあ今日はね、追っかけ雑誌とシャープ19-2-5について話していきます。まあ、前回まではクラブ JRL の、まあ、登場して今までやってきてどうだったかみたいな感想を言ってもらうってとこで終わったけど、まあ、ここからの練習風景だよね。ほんとね、ちょっともうその前にさ、もう一回やっぱこう見返したら、やっぱメイクいいよね。何回言う。いや、わかる。いや、ほんとね、めちゃくちゃいいんだよね。うん、ジュノンとかさ、結構色ないし、その、うん、ね、口の色もそんな強いわけでもないし、結構なんなら透明なやつとかだと思うんだけど、なんかラインストーンがあることによって、なんかそう、ああ、かわいいみたいな。ね、なんなんかね、いいよね。そう、めちゃくちゃいいよね。うん。やっぱ、そのメンバーごとにね、ちょっとですね、リュウキはちょっとなんか、下のアイシャドウとかちょっとだけ濃いめみたいな。うん。で、練習風景に行って、まあ、3人が並んで、ジュノンが説明してくれてて、トラックはストレイキャットというスカイハイさんの曲を、部分部分で変えたものをトラックにしてパフォーマンスしています。で、リョウキが3人ともアイディアとかもあって、ここはこういう風にした方がいい、ここはどう、そういうことを言い合えてるので、壁にぶつからずにできている気はします。で、ジュノンも前回のクリエイティブ審査に比べたら、クリエイティビティが見せられているんじゃないかな。で、リョウくんが20歳を超えている大人の3人組なんですけど、だからこそ出せる大人の色気、妖艶さ、いつもの僕たちとは違う一面を見ていただけたらすごく嬉しい。で、料金も楽しみですね。緊張もないです。めっちゃワクワクしています。って言ってる後ろでまたメイクシーンがあって。うん。これ、見逃せないよね。そう。見逃せない。ここ、なんでこんな可愛い？みんな。ごめん。まずジュノンがさ、鏡に向かってダブルピースするのめっちゃ可愛いない。めっちゃいい鏡越しね。ね。ニコニコのピースでさ、鏡に映ったジュノンのピース。いや、本当に情けないようでたくましくもある。結局グローブじゃん。なんかいいね、ジュノンもさ、なんか表情明るいなって思うとちょっと嬉しいね。
すごい。まだこれはね、セットされる前なんかな。なんか、ナチュラルな感じだね。うん、そうだね。で、そのさ、ジュノンのさ、こうダブルピースの後はさ、リョウキのマジバキバキに今決め出しているこのメイク中のリョウキ、やばいよね。やばい。このリョウキくんめちゃくちゃかっこよくない？ね。うん。すっごい美しいよね。めっちゃ美しい。やっぱさ、こうメイクさん、どなた？うん、私ですってコメントいただけるかな。見てないか、まず。見てない。これ手だけで特定とかできんかな。ねえ、怖っ。だから私がメイクですみたいなさ、あごめん、アパ社長みたいなだけどさ、一瞬ひらっとアパ社長、なんかそういう感じで名乗り出ていただけたらすごいさ、わーすごいすごい、ありがとうございますってなるにね。めちゃくちゃいいこのシーン。でもやっぱり料金とかやっぱきなんだろう、ちょっとやっぱ強めのメイクすごい合うよね、本当に合う合う。でその後レオくんがあのヘアクリップしてもうメイク完了した状態でダンスしてるけど、うん、この丘も結構さ近くに来てくださってるから、この良さが分かるみたいな、うん、うんうんうん、そうメイクのいい感じで、あとヘアクリップはさ、あサンリオじゃないんだみたいないやサンリオはこだまるだから、いや今つけてるからポムポムプリンをつけてるからそうだね、今めっちゃアピールしてきた両サイドにつけたから、だからレオのやり方な、私。確かにそうだねいやみんなそうだ多分ヘアクリップ使う人みんなそうだ多分大体そうだよね。でもレオくんのラインストーンはこれちょんちょんちょんって 3個粒のやつなんだね。うんうんうん、確かに。であとさ、ごめんちょっとさ戻ってもらって、なんか少し練習風景と今部分だったけど、そうダンスしてるとこあるじゃん練習で、うん、でジュノンのさ衣装が、まあ、ちょっと全部が全部じゃないんだけど、なんか15分38秒ぐらいのやつとか、ジュノンの衣装が結構白くてさ、うん、衣装じゃないな、ジュノンのダンス練習中の服がすっごいオールホワイトで、うんうんうん、すっごいこだわりを感じてジュノンいいなってなる。確かに靴も白いもんね。そう、もうこれはもう白だって決めた人しか選んやつだから。そうだね、ホワイトコーデの日みたいなね。でもさホワイトコーデって私も好きなの結構。あーわかるわかる、いいよね。そうなんかいいよね、なんか清潔感も出るし、うん、うんうんうん、なんかそれでいてなんか白いだけでおしゃれに見える。あーでも俺そういった意味ではオールブラックはすることあるかも。あブラックも好き。うん、白はあんまないかもしれない。でも好き好き、モノトーンやっぱいいよね。うん、なんかそこにちょっとねつい気になってしまったわ。うん、うん、いいいい、ジュノンなこだわりありそう。おしゃれさんなんだろうねきっとね。うんうんうん、でもやっぱおしゃれさんといえば料金もおしゃれさんって言われてるしね。うん、でりょうくんはちょっとわかんないんだよ、教えてほしいね。 BMCG の T シャツをよく着てるっていうダンプラとかそういうのは知ってるんだけどさ。確かにりょうくんは律儀だからね。うん、キータロさんが好きなやつだから、律儀なやつは。そうそうそう、律儀な人大好きでその後3人でエンジン組んで、ラリーナイトっていうエンジン、ロンリーナイトだもんね、うん、曲がねそうそうそう、最初聞き取れんくてさ、あ曲名だってなったよねなった私ラミライとか使うね最初違ラミライエクソだからでもさ最初の始まりがさ、レオくんでこう横たわってっていうのもなんか面白いよね。うん、なんかストーリー性感じるよね。でまあ歌い出しがレオくんだけどさ、なんかちょっと演技してる感じもあったり、なんかこう夜が明けで夜が明けた感、うん、伝わらねえ私なんかさフレグランスとかでこうなんかそういう雰囲気をさまとうじゃん。でなんかそれはすっごい自然だし、りょうくんなんか より表現がなんかお上手になった気がすると思ってさ。うん、わかるわかる。このクラブさ JRL さんたちさ、もうなんかちょっと BE:FIRST み感じ。あーでもそうかも。まあ3人が揃ってるっていうのもあるからかもしれんけどまあそうね、なんかあもうこれ BE:FIRST の時のりょうくんじゃんみたいな。うんうんうん、やっぱ今回このセクシーな曲だから、表現とかをすごいやったっていうか、表現について結構考えてやったみたいな感じだったから、うん、なんかその頑張りみたいなのがめちゃくちゃ出てるような感じがするね。そうだね、うん、いや本当レオくんいい。なんかね、なんかもう我々さ BE:FIRST って行ったり来たりしてるからさ、なんか混乱するんだけど、うん、でも ZAST に限って言ったら確かにあのこんな表情 見たの初めてかもしれんね。レオくんって、うん、こんなセクシーやったんってなっとるもんね。そう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 。ね、確かにそっか、うん、まあ、それは社長もそうだったよね、なんかビーフリーみたいな曲多かったからみたいなこと言ってたけど、うんうん、だからこういう曲やったのも正解だったんかもしれない、もしかしたらね。確かになんか新たな一面を最後にね、なんか見れた気がして、うん、
うん、ナイス選曲ね。でそのレオくんの後にさ、ジュノンのパート来るけど、そこにジュノンのさ好きなパートが、感じてるデイバイデイのデイバイデイの歌い方、そうちょっと強めになる感じ、わかる。なんかジュノンって結構さ攻撃力高いとこあるからさ、そこでちょっと出してきたよね、そういう感じ。うんうん、わかるわかる、ちょっと強めなね、殺傷能力高そうなそう、ちょっと必殺技出してきた感、少しだけ俺これできるぜみたいな、なんか肩抜いたみたいなね。そう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 、シャキーンみたいな。そうでもさ、言われてみれば確かに表情もなんかめちゃくちゃ前よりもこう作ってきてるというか、うんうんうん、うん、なんかそういうのレオくんに続きジュノンにも感じる。そうだね、ジュノンがさ頭に指当ててさ、なんかちょっと困ったような表情する、うん、あなんかでも今頭にこう手を当ててって言ったらさ、どうしても AKB もよくこうなんか4人で集まってエイキさんのエイキさんの MV の時にやるやつ、なんかふーんみたいな、ふーんはーみたいなねえねえねえ、伝わらんよねそう、映像じゃないから我々なんかそういうやつじゃない、かっこいいやつだよね。そうかっこいい、なんかちょっとなんか悩ましいみたいな、なんかうんみたいな。いやそう、なんかジュノンもさこういうの出してきたと思って。そうだね。で、まあ、次リョウキのラップじゃん。もうこのリョウキのラップ、あれ BE:FIRST のリョウキって思うぐらい、もうなんか、うん、なんか当たり前のようになんかめちゃくちゃかっこいいのを出してくるからすごいよね、うん、いやそうな、もうこのラップに続いてさ、もうほら次は君のバンドさやってさなんか聞こえてくるような、もう BE:FIRST 味あるよね。うん、ある。でさ、ラップのところさ、愛もライクもサラン何が違うんだいでさ、さっきさ、うん、韓国語ジュノンがやったんかなって言ったけど、リョウキのラップでやるってことはやっぱリョウキが知ってるからこう使ってくるんだよね。あーそっかそっか。てかあれか、リョウキなんかコメントでも韓国語できるってなんか見たことある気がするわ。うん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 、あでもなんかリョウキならなんかそんな気はしちゃうね。あー何でもできそうだもんね。うん、なんか多彩だもん。うん、すごいね。でもなんかそれをさ韓国語をさーっと入れてくる感じすごくない？なんかさ、もし、いや私も多少すっごい簡単なやつなら分かるけど、こう歌詞に入れると思わないわけよ。うんうんうん、ね、面白いよねこうやって入れてくる感じが。面白い、確かに。愛もライクもサラン何が違うんだい。うん、面白いね。うん、愛も好きも愛も、うんうん、日本語ないと韓国語ない何が違うんだいってこと。そうだね、だからうん、どういう違い。なんか韓国のアイドルとか、なんかサランゲジュセヨとか愛してくださいねって結構すぐ使うじゃん。あー確かにそういうイメージあるね。でもなんか日本だと愛してくださいねはそのアイドルがファンに向かってはあんま言わないじゃんね。うんうんうん、なんかそういう違いはちょっとあるっちゃあるよね、言われてみたら。あー確かに確かに、そういう愛という言葉一つに対してもやっぱ文化的な、うんうん、うんことを言っとるんかね。うん、でもなんか英語がライクなのもちょっと面白い気がする。あー確かに確かに、ラブじゃないとこが、うん、そうそう、うんうん、なんかどういうこだわりがあるんかねこんなこと言ってるのうちらぐらいかないやでもなんかでもまあ意図しとるかもしれんしね、本人たちは。うん、そうそうそう、うん、でやっぱりあのリョウキのラップのやっぱカーってなるところが、うん、こう英語のラップがブワーってなった時に、まあ英語の歌詞になった時に、うん、イルミネートライクああのこのああの、うん、このなんか悪いお顔されるリョウキね、下出しリョウキさん、下出し目線外しリョウキさんマジでオーディションでこんなこなれた感じでやるんかっていう本当に。いやそう、いやそう、てか本当そうだよね、確かにオーディションってことちょっと忘れとったわそうそうそう、当たり前になんかすごいいいステージを見せてくるからさ、うん、すごい余裕があるよね。うん、見てよ社長来たみたいな顔してっからいやわかるわかる、その気持ちめっちゃわかるよね。うんうんうん、わかるわかる。でもちなみにさ、そのリョウキが真ん中に来てさ、ラップしてる時に両サイドでレオくんとジュノンがなんか新芽っぽくダンスするのが、うん、個人的には好きで、なんか特にジュノンはさ、あ頑張ってるみたいな、すごい上手くなったねみたいな。あーでもそうだね、そうだね、そうだってやっぱレオくんってさ経験者だし、そうやっぱ上手だから、うん、そのこうなんだろう、対になるのってね結構プレッシャーだったりすると思うんだけど、やっぱこういう時こそポテチをさ終わった後、あテレビも必要だよね。で、あまあ、そもそもさ合宿所に連れてかないけもんねいやすごい迷惑じゃね、ジュノンからしたらこっちこっちっつって僕今から山梨行くのみたいなそうそう
ね、じゃあ控え室にしてあげて、控え室のテレビポチってつけて、まあ、ポテチ用意して、うん、で、あ、料金ちょっと来てって言って横に座ってもらってそう完璧な状態にして迎え入れてあげよう、ジュノンを。そうね、おもてなしセット、そうジュノンおもてなしセットね。で、あと料金の好きなパートがフラッシュバックすると何が悪いののところの、なんか料金の言い方というかさ、歌い方超好き。めっちゃいいよね、ここもね、スター性めちゃくちゃ感じる。あ、もうなんかオリジナリティっていうか、もう料金は完全になんかもう武器っていうかね、うん、もう持ってるよね。すごいね、料金ね、感心してしまう。まださ、なんならこう今追ってってやったけどさ、今回はまだサビいってないよね多分ねそうだね。ということでね、今回はクラブ JRL の、まあ、料金のラップパート、最初のラップパートまで来たけど、やっぱいい曲だね、そもそもね。うん、本当にこれ本当なんか普通に BGM として流したいぐらい、うんうん、うん、なんか生活に馴染むっていうか、すごい聴きたくなる曲、何回も。そうだね、すごいなんか耳馴染みのいい、なんかセクシーさもあるし、そう、なんか魅力もめっちゃあるけど耳馴染みのよくて、なんかいいよね、すごい好きね。いいよね、すごいね。なんかさ、音楽制作の経験あったんかな、誰かね。あー、でもそっか、あの最終合宿前にリョウキがさ、ちょっと音楽制作始めてみたいなことはさ、ちらっと言ってたけど、うんうんうん、でもだったらすごいくない？うんうんうん、まあ、ちょっと R&B っぽい感じだと思うんだけど、うん、なんかこういう曲がじゃあ好きなんかね、彼らは。あー、そうだね。しかも結構やっぱそのクロートが好きそうな感じのテイストだから、うん、うん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 、いいね、またセンスを感じるわ、めちゃくちゃ。いや、本当になんかさ、今3組目だけだ、今3組目だけどさ、本当ね、全チームそれぞれ違った良さで、うん、うん、なんか攻めてきて本当いいね。うん、でまだまだね、 JRL さんたちの感想は続くから、まあ、だからさ、うちらの追っかけジャストが楽しみだよね。そうだね